うちの病院はですね、1923年です。もうすぐ100周年になるんですけど、でここ20年間ぐらいでですね、病院の規模も 2,3 倍になって、職員も今3000人、ドクターも常勤で480人いますので、かなり大きな病院。やっぱり問題は医療の質をいかに上げるかと、それをいかに上げて、そしてまあコストを抑えるかということだと思うんですね。まあ診療科がその超音波の機械、エコーの機械っていうのを買いたい買いたいって言ってくるんですけど、本当にそれが必要なのかどうか、本当に使われてるのかどうかって、ね、分からないわけですなかなか、ね、まず現状把握やと。現状把握が常にそういう効率化のところに出発点になりますので、まあ、それをどうしたらいいかというのを常に悩んできた。超音波にしても台数が非常に多いんですよね。本当に使ってんのか、離れたところで使ってんのかもまた分かりませんから、その辺もちょっと追い切れないところがあるんですよね。そこで私が非常に感心したのは、じいさんが直接そういう集計をするプロセスをお持ちになってた、そういうノウハウを何か利用できないかなと。 GE ヘルスケアの APM とは、デジタルにより資産の稼働状況を把握し、お客様と一緒に病院の最適化を実現させるプラットフォームサービスです。院内の資産システム、情報システム、医療機器、また IoT データを集積することで、人手をかけずに簡単に稼働状況のデータ分析ができるようになります。 GE の APM はまず医療機器から展開を始めますが、今後は手術器具や医療材料、または医療スタッフの稼働最適化も検討しております。一つのプラットフォームで院内全体が APM サービスを利用できるように適用を進めてまいります。そういうことができるのかって思ったんです最初。で実はです、私たちも以前にですね、その欲しいって言った時に、じゃあどれぐらい使ってるか報告しろと、その機械ができないって言うんで、忙しくてそんなこといちいち今回使った使わないってことは、要するにその客観的なデータが全くなくて全部買うわけにはいかないんで、だそういうことも今回のデータとして示していただくと、もう非常にスッとくるようになって、こういう理由で買いました、実際これですっていうことで、みんなも納得できるということですね。今のうちには130台ぐらいそのエコの機械があるんですけど、どの機械がどれぐらい使われているのかっていうのも調べてもらったんですよ。でそれセンサーをつけて、なんかそれが分かるんですね。そうするとやっぱり、ね、2割ぐらいは全く使ってないのもあるわけですよね。使ってなくても維持費を払ってるんですよ、全く使ってなくても。今この APM を活用していただくことによって、病院さんが抱えていらっしゃる資産をですね、有効活用する、そういう意味においてはまず APM によって効率化を進めていく、その効率化によって最終的にはその成長分野に対してですね、投資を可能にしていく。まさにこの倉敷中央病院さんはですね、この地域の中の中核病院ということで、この医療を目指す中でですね、我々が持っている技術、あるいはその病院さんが目指されている方向性ともに実現していくことによってですね、患者さんを主体とした医療の改革というものに向かっていけるんじゃないかというふうに考えています。いろいろ改善はしてきたんですけども、改善止まりですから、やっぱりもうさらに進まないと。昔から言っておりますのは、セームボート、同じボートに乗ろうと、で同じ医療人やという形の中でですね、当然これは GE さんという見方はこれは当然残してほしいんですけども、同じ船に乗ってんのよという形をですね、これから、ぜひともやっていただきたいなと思っております。倉敷中央病院様が定められました高度専門医療の整備、地域に信頼される救命救急センターの構築、そしてトリアージ医療の高度化、デスティネーション医療の確立、予防とした先制医療の強化、我々としてはですね、このお客様が5年後10年後に成し遂げたい、そういうことを意識しながらですね、先を見据えて共に考えて、最終的にはこの実現に向けてですね、一緒に取り組んでまいりたいというふうに考えています。そういうのを一つこう手がかりに、働き方の改革も一緒にやっていければいいなと思いますけどね。ものすごく効果大きいですよね。今の医療は非常に困難な時代を迎えてますよね。そのために効率化、効率化って皆さんおっしゃってます。だけど効率化だけでは難しくて、イノベーションと一体になって医療を盛り立てて乗り切っていく、それが必要だと思います。